パンくれんのはいいけど、こんなにぎゅうぎゅう押し込まれたんじゃぺちゃんこだぜ。いいおじいさんだよね。僕、ご近所のおじいちゃんにこれでもかって構われるシチュエーションに憧れてたんだよね。なんか下町っぽい感じでさ。お前、変な日本感持ってるよな。お兄ちゃん、舞子ちゃん、こんにちは。ねえねえお兄ちゃん、聞いて聞いて。舞子ね、昨日お母さんとお買い物してて、商店街の福引きでたこ焼き券当てたんだ。そりゃすごい。それで今引き換えてもらったとこ、ほら、大きい方のパックだよ。うわ、リーダー、今度は光源氏計画か。お前ほんと守備範囲広いよな。はじめまして、かわいいレディー、望月良二です。こっちは伊織純平。はじめまして、舞子です。舞子ちゃんか、よろしくね。うん、お前も大概見境ないよな。舞子、レディーなんて初めて言われたよ。よかったね。舞子ちゃんはお使い？えらいね。今日はお父さんとお母さんが離婚調停の話し合いで弁護士さんに会いに行ってるから、一人でお留守番なの。あ、そうなんだ。あ、お兄ちゃんが持ってる本、舞子も持ってた。これ？うん、空想動物図鑑でしょ。舞子が年長さんの時、お父さんが買ってくれたの。見て見て、変な生き物がたくさん載ってるんだよ。あのね、舞子が好きだったのはね、次のページ見て、見て、これ、人面魚。怖えよ、この本映画リアルで怖え。古本屋の息子さんに不評だったわけだよね。そうかな、舞子もお父さんも大好きだったんだけどな。右のページのと左のページのと、どっちが強いか一生懸命会議したりしたよ。へえ。この頃お父さんとあんまりお話ししてない。前はお母さんも一緒にテレビ見たりゲームしたりしたのに、もう舞子と言っても楽しくないのかな。そんなことない。でも舞子が話しかけてもあっち行ってなさいって言うんだよ。どうしたらいい？なんか盛り上がる話題を振ってみるとか。例えば？この本とかさ、お父さんも好きだったんだろ。久しぶりに見たら、おお懐かしいってなるんじゃね。そうかな。見せてみたら？いいの？お兄ちゃんのご本でしょ。いいよ、あげる。舞子ちゃんのお役に立てるならおじいさんも喜んでくれるよね。ありがとう。そうだ、ご本のお礼に舞子のたこ焼きあげる。いや、さすがに小学生にご馳走になるわけには。舞子のお小遣いで買ったんじゃないよ、福引きで当たったんだからいいでしょ。お兄ちゃんにはいつもお世話になってるんだし。ああ、大人びたこと言うな。俺よか全然しっかりしてるわ。いいじゃない、それで舞子ちゃんの気が済むんならもらっとけば。レディーの親切は素直に受け取るべきだと思うよ。じゃあ、ありがたく。うん、はい、どうぞ。特上寿司はたこ焼きに。まあ、食べ物に戻っただけ感謝か。あ、メール。お父さんたちもう戻ってくるって。舞子帰るね、早くこのご飯見せなくちゃ。お父さんと話が弾むといいね。うん、頑張る。今度結果報告するから、また神社で会おうね。神社って長泣き神社？うん、舞子いつも神社で遊んでるの。さっきも行ってきたんだよ。そしたらね、しましまの神木さん。そう、相変わらず、ああいうのなんて言うんだっけ、儚げ、儚げな感じでね。儚げ。誰か待ってるみたいだった。そう、じゃあ寄ってみようかな。それじゃあまたね、お兄ちゃんたち。またね、たこ焼きありがとう。バイバイ。